久保さん、みんなの銀行は危ないにしておきましょうか。みんなの銀行は危ない。え、吉永さん、1500円も配ってるんですか危ないじゃないですかって考える人もいるでしょうね。知らない人は。広告費の、広告費が知らない人はそう言うでしょうね。どう,しどうですかね。DMM、いまだに DMMFX ってセルフバックで3万ぐらい、いまだに払ってますよ。 まあちょっとね、昔と比べて、ちょっとその、口座に入れて回さないといけない部分はありますけど、まあ、それにしてもい、まい、あ、まだに3万ですよ、広告費。しかも、自分申し込みでね。で、この、この前も、三井住友カード、法人、あの、オーナーズカード、えー、2万2500円。どうですかそれに比べると、みんなの銀行って、まあ、1500円プラス、紹介者にも1500円なんで、合計3000円今配ってますけども、 まあぶっちゃけ言うと少ないっちゃ少ないですよ、これ <laughs>。いや、昔ね、じゃあ、事実を言うならば、あの、僕、法人の銀行を作ったことがあって、それもセルフバックで取ったんですけども、それが、えっ、ー、とね、法人で取ったやつの銀行が、えっ、ー、と、GMO の青空ネット銀行っていうのを法人で取ったんですよ。で、これ審査通ったんですけども、ここが一番初期に広告費、セルフバックで出したのが1万円ぐらい出してたんですよ。 わかります。うちの口座、銀行口座でね、あの、解説してくれたセルフバッグで1万円払いますよ。まあ、それ、は多分1万円っていうのは法人だったっていうのもあるでしょうね。すごいないですか ?1 万円。確かにすみません、1万、5000円か1万円、どっちか、まあ、分多分1万円だったような気がするんですけど、結構2、3年前なんで、も,もっと前か、<laughs> もっと5年前か。うん、僕がその、うん、だから相当前だと思うんですけど、うん。 だ今はこれ、これ今あんのかな青空銀行のアフリエと。ちょっと今見て、だ当時ね、その、広めてた時なんで、あれなんですけど、今セルフバックで青空銀行あんのかなまあ今もしかしたらあるかもしれないですね。銀行でしょだこれは何かっていうと、その、報酬ですよね。 あ、GMO アゾラ銀行、まだありますね。法人口座開設3600円です。3600円、今 2,、通常2406円から3600円にアップしてます。1月31日までです。うん。あ、GMO アゾラネット銀行ビジネスデビット発行。これは3600円だな。でもこれはどうなんだうん。まあとりあえず一番初期はそれぐらいの広告費。まあでも今もね、3600円ですよ。 GMO さん、法人口座、3600円の報酬を配ってます。で、みんなの銀行さんは、えー、口座開設した人に1500円、で、紹介者に1500円、合計3000円ですよね。つまり、GMO より低い広告収入です。OK ですかね。何も危なくなくないですか。<laughs> だから、知ってれば、まあ、ぶっちゃけ安いんですよ。他の、その、 広告費より安くしてるんですけど見せ方として1500円もらえますよっていう見せ方がうまあ、上手いなっていうところですねうんであ,あとアフリエイトの案件としてもうまあ、みがあるとあ相手にリスクなく紹介できるんで口座解説だけなんでそうだからう,まうまいっちゃうまいですねこの報酬設計だか,らだから逆に言うと2000円まで、まあ、4000円まあ今、まあ、でもこれは方針口座だからな まあ、あと GMO はね、まあ、1000億企業ですから、あれなんですけど。うん。はい。だ危ないってもし思うんだったら、それは広告費に対してですよ。1500円もらえるのを、そのなんか配って、お金配ってる会社、銀行って大丈夫ですかいや、あなたが知らないだけですよと。他もなんかありますよ、アフリエとセルフバックで今。今も、今も現行でありますけど。じゃあ A8 さん行ってくださいと。じゃあ GMO さんは危ない会社なんですかと。 一応上場もしてるし、うん。まあそれは分かんないですよ。決算書見て危ないのかどうか分かんないですけど。<laughs> まあ GMO グループ、まあまあでかいですからね。うん。そうまああなたの、それはジャッジなんで、GMO が危ないのか、みんなの銀行が危ないのか。でも、その危ないと思う判断基準は、ちゃんと知ってますか、知った上で危ないって言ってるんですかっていうところですね。 その広告費ですよすみません、会社の中身、決算書は見てないんで分かんないですけど、広告費です。1500円配ってるってそれどうなのっていうことに対してのお話ですよ。OK ですかね。うん。それは他もいっぱいありますよと。三井住友のクレジットカードとかは、今は2万2500円配ってるし。うん。はい。いってらっしゃい。